849万円で一括で発注したと。情報収集や発信を担う業者の選定にあたっては秋田市の会社じゃなくても能代市の会社も力を持っているところあるかなと思いました。会社結構この能代市の中心市街地活性化市に結構食い込んでるなっていう感じがしまして、まあね、そんな変な意味じゃなくて、ハマナス画廊一部撤去へ。その時にそういえばこのハマナス画廊っていうのを全部見たことないなと思って一回撮っとこうと思ったんです、動画で。で撮ったんですよ。ずっと十何分かかりまして、まあ物理的になくなる部分があるんであれば、それを含めた全体をちょっとデジタル系で加工して、そういったミュージアムにしてあげるとかいうのがいいかなって思います。自然遺産みたいな感じになっちゃうのかもしれませんけど、能代の新名所ハマナス画廊一部撤去へ。こんにちは、能代山本ふるさとライフの佐藤です。今日は11月の4日金曜日です。ついに令和4年も残り2月を切ってしまいました。ちょうど今朝のニュースを見てましたら、青森県の酸ヶ湯ではとうとう今年の初雪を記録して、まあ、初めての積雪ですかね、8センチということで出ましたんで、まあそういう季節なんだなと思ってます。で古い手帳を見てましたらですね、昨年は、ちょうど2週間後ぐらいに車のタイヤを冬タイヤに変えてましたので、まあそんなこともそろそろ、現実問題として気にする時期かななんてことを考えているところです。今日むしろ朝は結構日が差してたんですけど、ちょっと今雲が出てきましたね。雨が降りそうな感じになってきました。気温も結構低くて今10度ぐらいです。今午前中ですけど、10度ぐらいになってます。さて今日も手元に、直近の北風新報を持ってまいりました。こんな感じでずっと持ってきましたですね。例えば今日はこんなことで、集金は口座振り替えになんて記事があったり、あとまあこういった学校給食費補助へとかいうのが出てきましたね。そういったこととか、あ、そういえばそうだそうだ、これで思い出しました、例の、補正予算ですね、臨時審議会のそれの、分科会の審議が終わり、多分今頃は予算委員会の本会をやっていて、今日の13時から本会議場で採決ということで、例の市民に1万5000円という件とか、柳町の商店街のアーケードの件とか、そんなものが決まると。あと農業被害の分ですね。そんなことなんで、今日の1時からは審議会の方で採決が行われます。それからあとは、まあ、いろいろな記事がありますが、実はですね、今回は、28日、前回の配信でちょっと取り上げることができなかったんです。尺の関係で。そこにあった記事で、これを今日はちょっと、ピックアップしたみたいなと思ってます。こちらです。10月28日の北風新報にあった記事で、ハマナス画廊一部撤去へということですね。洋上風力の部材保管場所確保で、能代港のハマナス画廊一部撤去へ。こちらをちょっと今日は、取り上げてみたいと思いますので、後ほどお時間を頂戴いたします。ということで今日はこちらがメインのテーマです。能代の新名所、ハマナス画廊一部撤去へ。ハマナス画廊一部撤去へ。まあ、一部というのは報道によりますと、全体の約 25% ということになります。こちらでございます。最初に直近の北風新報でちょっと目についた記事を紹介しますね。例えばですね、今日です。4日。ここにですね、こんな記事があるんですよ。この中心市街地で情報収集ということです。これです。ちょっと内容を見てみますと、能代市の町の魅力発見、発掘、発信事業という取り組みが始まりましてですね、そこによりますと、この事業をですね、代理店に発注してるんですよ、一括で。秋田市のデザイン制作事務所、
シービジョンズであります。そこにですね、849万円で一括で発注したということですね。このプロモーション事業を。その際にですね、情報収集や発信を担う業者の選定にあたっては、応募型プロポーザルで選定したというんです。ああ、そうなんだな。こういうのあったんですね。ちょっと知らなかったですね。ずっと東京の方で、ちょっとメディア関係の仕事をした時には、やっぱ電通とか博報堂が付き合っていて、大体結構プロポーザルについてはバーンと発表して、いわゆるそのプレゼンテーションの機会があって、いわゆるコンペだったんですね。まあ、表向きの部分もありますけど、コンペ。そういうのがあったのかな。ちょっと能代市のいろんなこの制作会社とか、そういう代理店なんかも、ちゃんとこれ応募したのかな。ちょっと気になってました。私もこれでこういったコンペがあったとしたら、それを知りませんでしたね。これどこでこういう発表するのかなってちょっと気になっていて、もしこういうのまた、コンペの情報があればですね、前もって知りたいなって思いました。ここで発表すれば、いろんな市内にもいろんな制作会社ありますよね。広告とか、そういった媒体関係の。そういうところも参入できないかなと。秋田市の会社じゃなくても、市の会社も力を持っているところあるかなって思いました。実はちょっと変な意味じゃなくて、ちょうど今年の頭から始まった街づくりの学校っていうイベントだったんですよね。3回くらいこうセミナー開いて、先生呼んだりして、でコンペやって、街づくりの学校という事業についてもですね、このシービジョンズに全部一括で投げてたんですよ。担当者はこのシービジョンズの女性の山本さんって方だったかな、やってたので、この秋田市のシービジョンズって会社、結構この能代市の中心市街地活性化室に結構食い込んでるなっていう感じがしまして、そんな変な意味じゃなくて、ちょっと続くのでね、この一括発注が続いてるなと思いました。こういった事業を行う場合の、ぜひ能代市のこういった会社もですね、参入できるように、この募集情報なんて結構早めにもし分かれば、ここで結構大きく告知してみたいなって思ってます。そういうことも考えた市でした。別に悪い、深読みしたくありません。単純にこういうことがありますよと。能代市の力も使ってほしいなという意味です。それからですね、2日の新聞にですね、こんなのがありました。ここですね。畑町商店街です。1000円の買い物をするとですね、500円のクーポン券が配布されるってやつです。はじめ、お、すごいなと思って、PayPay よりもすごいなと。50%還元。で、ちょっとはじめ、よく記事読まずにですね、勘違いしまして、畑町商店街で使える1000円の金券を500円で買うということかなって思いましたけど、そうじゃなかったですね。能代市畑町商店街振興組合に加盟するお店、そこで、1000円分の買い物をすると、次回の買い物で使える500円のクーポン券がもらえると、こういう話です。で、加盟店は現在33店舗で、各店舗に240枚ずつ割り当てがあるっていうんで、これを、配布の勝ち、なくなるまでの期間で、ゲットすると次安く使えると、こういう話なんで、畑町商店街で、お買い物したいアイテムがある方、いろいろと一時流行ったお菓子屋さんとかありますよね。羽生くんの関係で。そんなのもあるし、いろいろと、関戸さんも使えるのかな？あそこはバイパス店以外に、畑町の中にもともとのお店があって、なんか土日とか、あとこういうお盆とかの時だけは空いてたので、そこはどうなのかなってちょっと思ったりしてますって。そんなことです。そんなことで、畑町商店街振興組合では、1000円以上の買い物をすると500円のクーポンがもらえるということがありましたんで、辺行かれる方はぜひ使ってみてほしいなと思っております。あとは、これですね。新型コロナのクラスターが発生して、いろいろと診療内容が制限されていた、いわゆる通称山首ですね。ここですね。ここが、通常診療を7日から再開目指すというんで、だんだん収束の方向へ向かっているということです。なんせ地元の医療機関でありますからね、フラッグシップですから、これが早く安定することは望ましいと思います。良い知らせも今日は見ることができました。ということで最後です。
浜那須ヶ老一部撤去。こちらについてお時間を頂戴したと思います。で、そもそもこの浜那須ヶ老って何かって言いますとですね、私のことで言いますとですね、昭和60年にはもうすでに東京にいましたんで、この浜那須ヶ老ができた時っていうのは見てないんですよ。高校の時はありませんでした。なので詳しくは知らなかったんで、改めてこのいろんな能代市役所のいろんなサイトとか、チェックしてみたら初めて分かったんですけど、こちら結構重要な能代の新名所と言われてるんですね。例えばこれ、能代暮らすっていう冊子、これは移住定住推進室にあったやつなんですけど、これパッとめくりますとですね、一発目最初のページ出てるのはこれですよ。これ浜那須ヶ老なんですね。この横のスーッと並んでるやつが海沿いの、まあ、いわゆる一押しですよ、一押し。それからですね、この空港とかに置いてある能代市の、なんていうんだろう、観光案内というか、観光ガイドブックですね。これも見てくださいよ、一発目、表紙。浜那須ヶ老なんですね、これ。で、中見ますとですね、いろいろこう、結構いろいろ書いてあるんですけど、例えばこうです。能代のいいとこって書いてあって、いいとこって書いてある。ここもやっぱりほら、浜那須ヶ老なんですね、これ。これずっと上の夕焼けも浜那須ヶ老だし、ここ出てるのも浜那須ヶ老、左上、一番いい場所。結構重要な場所です。で、移住、定住の面、観光面でも一押しです。で、そうは言ってもですね、意外に端から端まで見たことないじゃないですか、これ。なんか見たら1.2キロあるんですよね。それで実はたまたま私、前回じゃないか、もっと前か、10月21日の配信で、高校生が作る次世代の能代というとこで、ちょっと風力発電に関して高校生がプレゼンしたというコンテンツの時に、能代港の様子を見に行きました。で、こう動画撮ってここで紹介しました。その時に、そういえばこの浜那須ヶ老っていうのを全部見たことないなと思って、一回撮っとこうと思ったんです、動画で。で、撮ったんですよ。ずっと十何分かかりましたよ。で、それ撮っておいた絵があって、それずっとただ保管してあったんで、ちょうどいい回なんで、今回それを紹介しようと思います。なので、今日はですね、この記事を紹介するんですけど、内容をチェックして、その時に、この絵を見ながら皆さんと一緒に記事読んでみようかなと思ってますんで、ちょっとそんなことで絵を見ながらこの記事を紹介してみたいと思います。まず最初に今日の新聞記事の冒頭ちょっと読んでみたいと思います。能代港浜那須ヶ老一部撤去へ、洋上風力の部材保管場所確保でと書いてます。これによりますと、秋田県はですね、要は主体は秋田県です。秋田県は能代市大森山にある能代港の防波堤に壁画が連なる浜那須ヶ老の一部撤去を計画していることを明らかにした。あくまでも今回は秋田県の主導による話だということが分かります。洋上風力発電の大型部材を保管する場所を確保するため、海を埋め立てて拡張する埠頭に接する画廊を撤去し、つまり海を埋め立てて埠頭を作るんだけど、その際にそこに接している画廊を撤去して、一般の人が入れないようにフェンスを設置すると。全長1.2キロに及ぶ画廊の4分の1にあたる約300メートルを来年度以降撤去する方針だと、こういうふうになっています。能代の観光名所なんですけど、洋上風力発電のための部材置き場ということになって、そんなことになるというですね。この今回の立ち入り禁止のフェンス設置に関しては、これは法令に基づくということなんですよ。こんなふうに記事があります。秋田県能代港湾事務所によると、埋め立て工事に伴い国際船舶、いわゆる外国船が寄港する埠頭になるために、法令に基づいてフェンスを設置し、立ち入り禁止の措置を講じなければならないと。これに関するものだと。で、いろいろと補足の説明があってですね、この港湾事務所の所長によりますと、
一般の人が立ち入りできなくする必要があるほかに、また港を一体的に使う、そのためにも柵を設置しなければならないということがその主張なんですね。で、不当になるので、これまで果たしていた画廊の、消波口、いわゆるその防波堤という役割も必要ないと、港になるから。なので、これはそういうことなんで、役割も終えてると。本来、ここは防波堤で、正しく言うと、これ、消波口っていうんですね。波を消す。その壁に絵を描いてあるだと。もともとは、絵はおまけということなんでしょう、これは。ちょうど、どっかのいろんなシャッター街で、シャッター閉めちゃうと、街がちょっと、寂れて見えるから、美術大の先生がですね、学生さんとかがこう絵を描いたりしますよね。あんなノリなんだろうなと、認識としては思います。こうあります。で、見てわかるように結構劣化してますので、そんな色あせたり、劣化してるので、そういうのも含めていいんじゃない？ということでしょう。おそらくこれはね。で、今後なんか書いてますね。現在、4分の1、約300メートルを撤去と書いてますけど、貨物量などの動向に応じて、拡大する見込みもあると。で、もっとその撤去する延長距離が伸びるという可能性もあるとかですね。こう書いてます。で、これに関して、北県の方の、プランですね。能代市はどうなのよと言います。能代市はこういうふうに言ってます。ですね、碧画を管理する能代市の環境産業部。能代市は環境産業部が浜那須画廊を管理しています。洋上風力事業に伴う港拡張に向けて、撤去は致し方ないと。が、浜那須画廊は市民らの思い出があるものなので、何らかの比較を検討するなど、寄り添った対応をしたいと書いてます。正直なところ、私もあそこをじっくり見たのは今回初めてで、いつも上から見るとですね、あるなと思いますけど、なかなかそのね、日常的に行く場所ではないじゃないですか。ただ、一方で、さっき、いろんな、パンフレット見たように、能代市の方では結構移住、定住の方面とか、あと観光方面でも結構一押しでやってる部分でしょう。新名所って書いてますからね。なので、それに対して結構観光面とか、この市民の文化とか、潤いとかいう分ではかなり推してるんだけど、それを考えたら結構この市のコメントってあっさりしてませんかね。風で使うならしょうがないんじゃない？みたいな感じなんですけど、そういうことなんですかね。別にいいですけど、ちょっともう少しこう、寄り添ったっていうことであればやり方ないですかね。これ見てパッと思ったのは、例えばね、その岩手県にある小岩井農場行った時には、あそこすごい広いエリアなんですね。ここで以前紹介しましたけど、とても見て回るもんじゃないんですよ、全体に。そうするとですね、例えばトラクターでこう山林の中見て回ったりして、あと帰ってくると、今度はちょっとしたこう、かなりこうデジタル系で演出された博物館みたいなんですよね。ミュージアムが。むしろ博物館というよりはもうミュージアムですね。そこに行くとこう結構いろんなこの体験型の大きいスクリーンで音と映像を見ることによって、このそういったこう、なんて言うんだろう、いろんなこの敷地内の名所を見ることができるんですよ。で、こう QR コードなんかあってピッて読ませると、スマートフォンで音声聞こえたり、解説があったり。で、英語、日本語とかもちろんあるんですけど、そんなことがありました。なので、今回は例えばこの浜那須画廊もですね、物理的に多分実際本当に傷んでるし、そういうことはあるんだけど、撤去するのはしてもいいと思うんだけどね。例えばこれもそういったこう風力発電のこのなんだこれは、部材を置く場所の横にちょっとこう一角に建物を建てて、そこにこう浜那須画廊のこの映像をこう楽しめるやつとか、この例えばこう作者の情報がピッてやったら出てくるとかですね。で、あの頃描いた人が今こうなってますとかっていう、そういろんなこのちょっとこうコミュニケーション型のイベントってできると思うんですよね。まさにこの時代ですから。で、皆さんスマートフォン持ったわけでしょ。なので、このそこでちょっと大きいスクリーンで浜那須画廊のこう250いくつあるんですよね。で、実際今回も見て回るとですね、時間十何分かかりますよ、ずっと見るだけでも。それを例えばこう、インタラクティブに、
こう選んでみるとか。で、当然デジタル加工すれば最初みたいに綺麗な絵になるわけですから、そういったものを作ってあげるとか、で音声からも載せるとかですね、できるじゃないですか。絵の中に自分がこう VR で飛び込むとかで、いろいろできますので、そういったちょっとこう、まあ、物理的になくなる部分があるんであれば、それを含めて全体をちょっとデジタル系で加工して、そういったミュージアムにしてあげるとかいうのがいいかなって思います。まあ、そんなことも変えました。まあ、今回たまたま新聞記事の方にこの反対派の裁判のことも出てましたけど、まあ、なんかこう、もう木で花をくくったようにですね、ピッと終わりじゃなくて、ちょっとそうやってこう折衷案的なものもあってもいいなと思ってたんで、まあ、多分12月のまた市議会になれば、こういう話題も出るんですかね、多少は。この一部市ではガンガン押してるんだけど、県の方の要請に基づいてあっさりと、ハマス画廊を壊せって言われたら、はい、わかりました、壊しますみたいなノリじゃなくて、ちょっとまあ、ある意味自然遺産なのかな、これは。遺産にしてもいいと思うんですけど、まあ、観光資源というよりは、もはやまあ自然遺産みたいな感じになっちゃうのかもしれませんけど、そういったことも含めて、こうちょっとこう、もう少しこの文化の継続性という点については、なんか企画を考えてもらえないですかね。実際、まあ、たまたま似た話で、秋田県の方が割とこうあっさりと冷たく切り捨てた例としては、能代工業高校バスケットですよ。名前を残してくれっていう話一時あって、能代工業高校のバスケット部で、県議会でどうなるかなと思ったら、あっさり全員賛成で、はい、終わりって名前変わりましたよね。そういう場合、能代市の発信力ってのはどうなのかなって思いました。まあ、そんなことを考えた記事なんで、まあ、ちょっとまあ、何でも最近の能代は新しいものに飛びつきがちな気がします。いろんな古いものをボン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 捨ててですね、新しいものにこう乗り換えていくと。まあ、バスケットボールもそうだし、あと木と能代あって、その今出てる中国木材に関連する木材の事業と、そのもっとこう昔の、金融の時代の木材とは違うわけでしょ。なので、そういった言葉は同じでもちょっと違う部分があったり、いろんなその文化関係ですね、宇宙の話もそうです。なので、なんか新しいものにポンポンポン飛びつくと、まあいいんですけど、古いもの、これをちょっとまあどう残すかとか、形を変えて残すことは当然必要だと思いますけど、そういったこともちょっとやってほしいなと思ってます。本当に文化も大事だと思います。で、ハマナス画廊が、多分、まあ、実際こう全部見てる人はいないと思うんですよ、ほとんど。確かに夕焼けは綺麗だし、まあいいんですけど、ただまあ、これを絵を描いた人とか、絵を描いた人のその親御さんとかね、ご家族にしてみれば、結構思い出が詰まってると思うんですよね。そういったものをデジタル技術で取り出して、ちょっとまあアレンジして残すとか、よりもダイナミックな形でこう、アレンジするとかという、そういった技術、それは観光資源としてはあるなと思ってるんですよね。そういうことをちょっと考えた記事でした。全く私の勝手な都合ですけど、できればまあ簡単にですね、ちょっと資材受けもないんで、半分壊しますみたいな、はい、わかりましたみたいなのなくてですね、ちょっとこう、考えてほしいなと思います。そう思うと、今回ますますこの秋田県議会議員選挙においては、そういった県に対してこのアピールする、物を言える、提案する力がある議員さんというのがやっぱ必要だなと思いました。なので、まあ、来年4月の秋田県議会議員選挙で、能代山本地区から選ばれる議員さんというのは、こういった地元の声をですね、反映できる人、あと逆にもう、どうしても県でやるんだったと思ったら、能代市民に対して十分な力を持って説得できる人、そういう人がなってほしいなと思いました。そんなことを考えた、このハマナス側の記事でした。といったことで、今回は、このハマナス画廊一部撤去へという記事に関しまして、少し考えるところを述べさせていただきました。まあ、そんなこと言ってるうちに、冒頭申し上げましたように、むしろもそろそろ車のタイヤを変える時期ですよね。またちょっとのんびりしてますと、雪降っちゃってサーター日ということになりますので、ぜひタイヤの冬タイヤへの変更はお早めにということでお話ししておきたいと思います。いつもありがとうございます。佐藤でした。